そう、今日髪型自分で結んだ、頑張った。そう、みゆきさんハートありがとう、アスパラさんハートありがとう。そう、袖も可愛いっしょ。これはなんか見えないけどここに花の刺繍があります。ありがとうございます、ハート。たい焼きもありがとうございますそう、ではあ、そのグッズ見せてからにしようかな。そのグッズ、あの昨日ちょっと見せれないって話したんですけど、そちらがこれになります。ドーンドーンドーン。これです、新しいグッズで、今受注販売で、受注受付中かな今です。ドーン、こちらのあのアーシャの、アーシャをそのまま家に飾れるよっていうやつ。キャンバスボード、こんな感じです。はい、なので買う方は今あの参考にしてみてください。こんな感じです。比較画像、右のみほりも可愛すぎる。ありがとうございます。前回のより大きい。本当ですか？なんかでも同じような感じですけど、こんな感じです。サインは直筆、いや、これはサインじゃないんですけど、そう、こんな感じです。もうここに置いてもめっちゃ見えるっていう。あ、前のこれか、前のこれだった。ちっちゃかった、こんなに違かった有能母。こんな感じ、前のとの比較。いや、マジやばい。これさ、顔もちょっとめっちゃ成長した。顔もじゃん大きくなりました、サイズも。で、名前はあの手書きになりましたね、ここに自分で。そうそう、表面はなんかね、あのザラザラしてる感じのやつです。おお、自分を撫でている。真ん中のパネルが可愛い。それ自分、それ本物かなありがとうございますだね。今のアーシャの方が良くなりましたかね、こう見ると。ありがたい、いつもアーシャ撮ってくれる方という感じなので、オンラインショップで受付中、受注販売受付中です。ぜひぜひぜひ。というわけで退場させます、一旦ほぼサイズ、いや、で結構サイズ違いましただんだん可愛さが増してる。ありがとう。髪の毛もね、伸びたし、めっちゃですね。さて、では今日はお肉でお料理配信。あ、ただのにお肉じゃないね、松阪牛だね。よだれが出てるあれにします。顔文字にしてきます。これあんまかわ、もうちょっとかわいいやつにしよう。松阪、よし。そう、ショールームでいただいたお肉を使ってやっていきます。イエイイエイ。じゃあ何を作るかは1000人来てから発表しようかな。そう、あのお肉を使って、はい。くまくまちゃん、たい焼きありがとう。ひろしげさん、たい焼きありがとう。るいさん、たい焼きありがとう。いっぱいありがとう。イレシさん、ファイトありがとう。ダンちゃん、たい焼きありがとう。みゆきさん、たい焼きありがとう。たい焼きもあとちょっとかな。松阪牛、まさかの牛しゃ、牛刺し。それよりちゃんと火はつけます。ちなみにヒントはこのスキレットだっけ、これを使って調理します。重い
今日エプロンこんな感じです。あのいつものやつです。中は中もスカートです。じゃん。じゃじゃじゃん。今日の一番の楽しみでしたか。おー、よかった。もう私もね、お昼実はキャベツしか食べてなくてめっちゃお腹空いたんですよ。なので、はい、もう楽しみに待ってましたお肉を楽しみに待ってましたそう、そういう衣装ありそう。本当めっちゃ可愛いよね。なんかこれと合ってるね。なんかこういうセットみたいな、これなんかあのおばがなんかくれたんですよ。そう、私がエプロンなんか可愛いのないなって話してたら、いつの日かおばがくれて、そうありがたい。あ、1000人になりましたね。というわけで、じゃあそろそろお題を、ちょっと待ってくださいね。1000人になったというわけで、何を作るか発表したいと思います。あ、見えたわ若干ではドーン。今日作るものは、レモンステーキです。イエイイエイイエイ。パチ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 。はい、こちらレモンステーキ、あの瀬戸内の名物とかではないんですけど、この材料の中に瀬戸内のものがあるので、はい、今回はレモンステーキを使って作っていこうと思います。パチ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 。なんか昔ママがめっちゃハマって作ってくれた時期があったので、すごい懐かしいんですけど、一旦置いとくか。レモンステーキ、レモンステーキ。そう、さっぱりだけどお肉とジューシーさも味わえるものになっておりまして、お肉がこちらにあります。ありがとうございます。みんなのおかげでお肉が食べられます。じゃんじゃんじゃん。これ置いとく。そう、まずは、あ、材料じゃあ説明していきます。レモンステーキ、材料はじゃん。材料、まずお肉、これちなみに多分1から2人前ぐらいの量です。で、瀬戸内レモン、ここがポイントです。今日は皮まで食べれるように、なんか農薬を使っていない系のやつで作ってみてください。作る方はと、玉ねぎスライスと、もう上に乗る具材はこれだけで、はい、あとはタレのソースか、レモンソースの材料が醤油、酒、みりん、レモン汁、砂糖、にんにく、玉ねぎのすりおろしです。今日はこのお肉を使って作っていきます。イエイ。そう、レシピはあの調べてクックパッドさんでお世話になっているんですが、それをメモさせていただきまして、それはお肉の分量がなんかね 400g とかだったから、これは 200g なので、ちょっと半分の量にしてその材料をやってみました。ツン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 。スクショスクショタイムですね。はい、じゃあ早速作っていこうと思うんですけど、はい、作り方も書きました。あ、今度作りたい方はスクショタイムです。カシャカシャカシャ。ニンニクチューブ1本じゃないですですけど、はい、ちょっと少量ね。はい、こんな感じです。作り方手順まで書いてあります。こちら完成まで入って、あ、ここだ、入ってる。こんな感じです。まあ、お肉はでも好きなの使っていいと思いますはい、では、そうね、成功を祈られながら頑張りたいと思います。ので、まずは、はい、まずはでも一旦お肉置いといてお肉がチラ見えしてるんですけど、これは置いといてやっていこうと思います。タレを作っていきます。レモンソースを、ここにね、ちょっとパソコンでもね、このレシピが見れるようにしてるので、
見て行く行く行く。では手元がでもね映んないんだよな画角的に、なのであれなんですけど、顔をね映したいけど顔がやっぱ映んないとあれじゃないですか。だからこれに入れていきます。そうそうね、お父さん、そう今日父の日なんですけどお父さんに会えないのでちょっとあれですけど、ではあでも先にレモンを切っといた方がいいな多分これは、なのでレモンを切っておきましょうかね。レモンをこのソースの中にも入れるんですけど、あとでトッピング用にも使わないといけないので、あ包丁が気をつけてくださいなのでレモンを先に切っておきます。ちなみに今日使うレモンなんか可愛い広島瀬戸内のレモン、なんだなんだこれなんて読むんだろう、大腸大長王朝レモンだって、王朝レモン使います。王朝だって、王朝って書いてある、黄金の島王朝レモン、広島の島のレモンだって。これを作ります。かわいいねこのレモン、レモンこれに入ってました。イエーイ、これを一旦切っていきたいと思います。あの後で脂肪、うん違う違う、このソースにはレモン汁を入れるんですけど、後でトッピング用にもなんかレモンを多分 3,4 枚ぐらいはスライスしておかないとなので、それを取っておきたいと思います。そうなんで半分に一旦切りますね。ドゥンドゥン、おーレモン、レモン薄っぱ、匂いすっぱ、レレレ、こんにちは食べ物で遊んじゃいけない、ダメだダメだよスライスします。え、これスライスめっちゃ怖いやん。どんぐらいの薄さにしましょうかこんぐらい、薄すぎ、いやこんぐらい、切り切る、でも頑張る、あ怖い、こっち切ろう、レモンを切ります。あ、切れた、こっちは切れた1、この人ちょっとバイバイ、これ怖くない、めっちゃどうやって切る、こ、いやこっちだな、うん、下見て、お、おお、え上手じゃない、あ、上手じゃない、むずくないかい、めっちゃ、もういいよ1枚で、1枚やばい1枚やばい、もうまっすぐになってないもん、あでもこれはなんか若干合格、若干合格、まあいいと思うよ、嘘、3枚ぐらいいらん、うん、切ります、頑張ります、怖いなこれ切れました、大丈夫です、怪我はしてません。というわけでこれ取っとくの、これに取っとくかな、うん、レモンをこんな感じでスライスしたのを3枚ぐらい取っておきましょう。スライスの厚みが違うのはご愛嬌、あ、うん、よかった、もう包丁使うこともうないけ、これを取っときます、はい、よし、で次は、はい、ソースを作っていこうと思います。なので今切ってあるレモンは一旦絞ってここに、うんだけあれ醤油からやります、はい、そう安心、切れました、よかった、で、はい、タレはちょっと待ってよ、手拭きます。お、547日ありがとうございます。これを、はい、作り方、レモンステーキソースを作っていきます。まずはこの容器に醤油大さじ3、はい、私、あ、ごめんなさいね、私の好きな醤油、OK、
九州ではめっちゃスーパーに売ってたんですけど、こっちではあんまり売ってないんですよね。売ってるとこが限られてくるんですけど、うん、醤油大さじ3入れます。1、2、めっちゃこれ継ぎやすい、この真空って感じの密封ボトル。3、あ、いい香り、醤油美味しそう、お餅食べたくなる。はい、これ甘くて美味しい。で、え、醤油一緒、嬉しい、やったやった。で、次がお酒。これも測っておいたんですけど、これかな、お酒、こっちお酒かも。うわ、お酒だ、お酒、お酒も、大さじ1入れます。1分測ってあるので入れます。お酒1、はい。そしてみりんも大さじ1入れます。読んだ、お酒はい、みりんとお酒は同じ数入れて、で最後にポイントのレモン汁も入れていきたいと思います。レモン汁をね、絞るのがね、ここにねあるので、この器具にレモンを入れて、大さじ1分できるかな、そんなにあるかな、頑張ります。え、これ一旦もうこのまま、一旦これに入れた。あ、いやいや、大さじで測りながら、あ、大さじで測りながら、はい。これどうやってギュッてやります。怖っ、え、これどうやってそう、これなら安心安全。でもない方はポッカレモンとかでもいいかな、うん、ですね。あ、なるほど、ありがとうございます。出るよ、でも開けたら。嘘、あ、やばいやばいやばい、嘘、え、どうしたらいいじゃん。あ、なるほど、もうちょい絞る、はい、もうちょい絞って、握力、うん、あとちょっと大さじまで、これ1でいい、足りんもう一個、あの、まだ、え、めっちゃ絞れるやんもう1あるよ、これ、はい、ああはい、大さじ1、これも入れます。危ない危ない、ほっちょっと待って、あのウェットティッシュ、ママありがとう、ありがとうございます。ウェットティッシュ、これも退場で、ちょっとここも拭いとこ、そこもいらんね。あ、そうですね、ありがとうございます。はい天の声さん、ありがとうございます。さすが主婦歴長い。では次は、あ、もうこれで、待って、タレはできたのかな、あ、まだだまだだ、そしてあと砂糖大さじ1/2、これも実はもうついであります。今日は黒糖です。あの、家に、あの、なんか体にいい砂糖とかがあればぜひこれで、そうこちら大さじ1/2入れていきます。どん、はい、めっちゃレモンの香りするな。で次はニンニクすりおろし。あ、私これ分量書いてないけど、あ、危ない危ない、ニンニク、あのあれで話題になったニンニク滝野さんのこれを入れていきます。え、どんぐらい入れよう、小さじ、大さじ、うーん、1本は入れないですよ、1本は多いです飲まないです。大さじ多い、うん、多くない、多い多い、あ、多い、小さじの半分ぐらい、半分、小さじの半分、全然滝野さんの飲む量よりは少ないです。そんぐらい、はい、こんぐらい、小さじに真ん中にポンって乗ったよっていう量入れます。めっちゃお腹が鳴ってる今、はい、で、あと、飲まないです、飲まずに入れてください。あとはママが
事前にすりおろしてくれたニンニクのすり、間違えました、玉ねぎのすりおろしも入れます。入れます。これも同じぐらい、もっと、それはこの量全部入れますか、うん、これはどんぐらいある、大さじぐらいあるかな、こんぐらい、ティースプーン山盛りぐらい入れます。玉ねぎのみじん切り、すりおろし、すりおろしすりおろしを入れまして、と混ぜます。じゃん、あ、美味しそう美味しそう美味しそう、これでもうご飯食べれるこれでご飯食べれる、美味しそう。はい、でもこのソースは一旦置いとくんですね。でもソースができればこれほぼなんか完成っていうところありますけど、美味しそう、ご飯食べれそう、これで美味しそう美味しそう。はい、出来上がりました。ちょっとニンニクの香りが効いた、でこれを置いときまして、とましてまして、はい、では早速こちらもよろしいでしょうか、お願いいたします、これもお願いいたしますではそろそろ本題のお肉に移っていきますよ。皆さん、あ、これ油もいるんか、うん、もうどんどんずっと、あ、ありがとう、牛脂か。はい。で、ここで、ここにあるんですけど、これ映せんかな。少々お待ちを。ほ、ちょっと移動して。いや、映せんかな。うん、映せんかなこうなる、いやでもいいよ、大変、油も飛びそう、そうね、ちょっとお待ちください、一旦隠そうこうしてこれ手が4本ぐらい欲しい、今こうして、とじゃあこんな感じでちょっとこうなるけど、はい、スマホダイブしないようにちゃんと設置しました今日は。はい、こんな感じで、このスキレットというちょっと鉄鍋的な感じの、めっちゃ重いんですけど、これを用意しまして、はい、お肉を触る用のお箸も用意しまして、ナイス画角、ナイスというわけで、もうこの工程2まで終わったので、次は工程3の油を引き、後からバターを焦がさないように入れるというところをやっていきたいと思います。でも本当はこれはあの油じゃなくて、ある方は牛脂を使ってって書いてありました。なので、でも今日は牛脂がないので、このままお肉をちょっと一旦お見せしたいと思います。ちょっと待って、これ退場するか退場するか、ではお肉、ドドドドド、たらー、美味しそう、もう美味しそう美味しそう、お肉見えますか、このお肉を使っていきます。はい、メインディッシュね、松阪牛、お高い、分かりません値段が、これはいただいたので分からないんですけど、高級な感じがしますね、めっちゃ赤身が綺麗ですね。そう、 200g 入ってます。すき焼きとしゃぶしゃぶ用の薄いお肉を買いました。本場のレモンステーキも薄いお肉を使うらしいので、はい、ではそろそろやっていきたいと思います。今日もホットプレートで、じゃあこれでもう油は敷いてあるので、温めてね、はい、温めます、間違えた、これ温度のやつでいい？違うの？専用プレートにしとる。違う、切って。はい。IH に。はい。待ってな。これどうやってやるっちゃ？
そう、もう触ったらいかんし少々お待ちくださいませ。この子あー BH にしてで、もう糸、うん、一番強く最初は、ね、7火を一番強く、牛脂入っとった、牛脂入っとった牛脂入っとった、めっちゃ有能、入ってました、あ、見えない、牛脂があるような気がしてはありました。お肉を買ったらついてきてくれるみたいですね、牛脂ありがとう、お肉屋さん。というわけで、こわこわこわ牛脂が入りました。めっちゃ見やすい、この画角すごくない牛脂、これ広げんでいいですか、広げてください、はい、広げます、あばー怖い、顔外して、もう顔外して怖い、しね、お高い牛脂、じゃあ牛脂までもったいないじゃん、食べないとうーん、不安すぎる、怖いね、私もお肉を生のから調理はあんましたことない、しかもここ触ったら熱いっぽいけ、うん、こうやってしないといけない、これで頑張れ、いいお肉を上手に料理しましょう、本当よね、うん、でも遠近法が使えるね、わー怖い、でもコメントがもうね見えない、さすがにコンタクトしとっても、これもいいのかな、うん、もうちょっと広げとくか じゅわーいい音出てる、次バターを、はい、これどかす、どかす、あ、どかそう、この、あ、うん、もうされていいよ、はい、どかします、ポイ、で、次にバターを、私の家はこのなんか一つポンって入れれるバターがあるので、これを入れます。でもこれ焦がさないようになってめっちゃ怖いんですけど、火加減はこのままで大丈夫でしょうか、弱めた、あ、弱めた、ありがとうございます、これでもポンって出せるよ、出せんかな、うん、出せるよとか言って言って出せん、うん、バターをじゃあちょっとほじくろう、ほバター熱くていいみたい、あ、そうなんだ、い入れるよ、バター入れます、ぽい、怖い、焦がさないようになって、そんなこと言われたら怖いじゃんっていう、すごいめっちゃバターやです、もういいまだおるね、形が、うわー美味しそうな匂いがする、バター、はい、溶けました、というわけでお肉、はい、お、糖化、豆乳、うわ、これ取るのむずそう、待って、これさ、どうやって敷く、このまま、このまま、はい、うわーすごい、待って、失礼し、うん、まあいいや、失礼します、わー怖い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 早く自分の手頑張れ、あ、待って、柔らかすぎて落ちる、やばい、柔らかすぎて落ちる、やばい、柔らかすぎて落ちる、怖い怖い怖い、お肉怖い、あ、はい、できためっちゃじわじわ言っております、ただいま飯テロ、美味しそう、オニオンスライスをたっぷり乗せる、うん、お肉を焼く、もう乗せていいかな、乗、うんうん、せます、もうお肉赤いけどもう乗せます、玉ねぎスライスをたっぷり乗せます、怖い怖い、もっともっと、めっちゃ乗せるやん、もうお肉見えん、 OK、 はい、で、レモンも乗せます、レモンも乗せます、レモン、可愛く並べます、怖いです、とっても怖いです、3個ちょうどよかった、でも薄さが違う怖い、めっちゃ可愛い、で、でちょっと焼きまして、もう火が通ってきよる、お肉に、うん、怖っ、めっちゃ怖い、
あ、これ触っちゃいかん、危ない危ない。めっちゃ怖い。焼けてないとこ怖いね。なるほど、食べながら焼く。なるほど、食べながら焼く。焼き場所が悪かった。そうね、こっちが強いね、火が。こんな感じです。美味しそう。湯気でめっちゃ顔が今お肉の香り、うん、そしてもう、え、写真撮っときって 今撮った方がいいかな、うん、それともソースのしてから両方両方。いい写真貼ります、スマホ。この背景がめっちゃやばい、湯気でめっちゃ曇って撮れん。で、ソースを。怖いね、これめっちゃ怖い、絶対怖いよ。測って測って、あ、そっか、大さじ2、大さじ2入れてって書いてあった。大さじ2入れます。怖い。じわ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 、手早く手早く手早く、はい。あ、レモンにかかっちゃった。こんぐらい、うん、いいか。うわ、いい、待って、めっちゃいい匂いする、やばっ。めっちゃいい香り、大好き。もう一応これで完成で。完成した。写真テーブルに持ってって、はい、ひっくり返して、ひっくり返して食べるときに。ああ。うわ、曇ってね。写真がね、これっけ、上から撮ります。机がね、今可愛くない。はい。では、はい、ありがとうございます。一応火は止めて、このままテーブルに普通は持っていくけど、あれに置く？鍋敷に。どうする？なるほど。というわけで、ここに。これを、はい、置きます。ピピッ、こちらをこれどかす。うん、ありがとう。はい、バッグ落とさないように。はい、ひっくり返して。ひっくり返す、どこ。火を焼かな、肉を。ああ、え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 、肉をひっくり返して食べな、食べるときに自分でできん、できん。どういうこと、どういうこと。え、余熱で。あ、そういうこと。あ、レモンはもういいの、見えなくなって。食べます。はい。で、玉ねぎを巻いたり。あー、なるほどね。おいしそう、ここ。私、よく焼き好きだから、おいしそう、とっても。あ、いい感じで、レモンを一旦整列。まあ、食べれるなら食べてください、うん、はい。あわてんぼう料理完成しました。みんなに見せましょう。こちらテーブルを片付ける。ちょっと待ってよ。じゃーん、完成。レモンステーキの完成です。パチ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 。ここだけちょっとよく焼きになった、隠そう。こんな感じ、おいしそう。あ、お米もきた。完成。イエイ。よだれ出そうですね。完成しました。よいしょ。てなわけで、ごめんなさい。完成しまして、でもこれ触れんかった、そうや、うん、あ、写真撮りますか。じゃん、
完成、こっちにも配信画面にも完成。腕がプルプルプル腕がプルプルプル、完成しました。というわけで早速実食タイム。はい、実食タイム、やったね。でレモンステーキスクショしました、ありがとうございます。ではここ当たると怖いのでこうやっておこうかな。はい、今日はちょっと母も一緒に食べますのでいただきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。ありがとう母上。あ、待って待って、箸ありがとう。そこいいな。ね、簡単にできる。そう、4時半から始めてまだ5時だった、よかった。食べれます、いただきます。絶対美味しい、どうしよう、うん、美味しい、うん、いやー美味しそういやー美味しそう。もう今日本当にさ、だって朝スイカやしお昼キャベツやけん、よかった。大丈夫、映らんよいただきます、うん、熱そう。いただきます。にやにやにや、いただきます。熱いかな、熱い、もうそんな、うん、うまっ、うん、うんふんふん、やっぱお肉が柔らかいですね、うん、うんふん、皆さんのおかげです、ありがとうございます皆さん、皆さんのおかげで美味しいものが食べれています。美味しい、踊ってしまう美味しさでした。蜂の巣ダン、蜂の巣ダンスのなんかちょっともうちょっとかっこ悪い感じのうんふん、ちょっとここ大きいけど切ろうかな。わーお、わー美味しそう。どうやって食べようどうやって食べよう、ニヤニヤ、うわ、あ、取れた取れた、こう食べよう。皆さんにもどうぞ、まだ、あ、あんしますか。あいただきますけどね、私が食べます。しかもこれはお米を今一緒に食べるんじゃなくて最後やることがあるんですよ。なのでお米はまだ食べません。いただきます。うんふん、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 レモン食べてみようかな。美味しかったよ、うんふん、お肉と一緒に、うん、うん、うんふん、でレモンも一緒に、このちょっと切るの下手だったレモンもいただきます。今よだれ出た、食べながらおいしい、いただきます、うんふん、美味しいでございます。お茶もいただきます。うん、そう、さっぱりしてるから夏にめっちゃぴったり、うんうん、みんなおすすめです。うま、まだあります、実はまだ食べます。え、これ肉、お肉も全部食べていいんけ、その、それ、うん、だっていいよ、半分ぐらい、いや全部食べていいよ、わーい、うんうん、いただきます、いただき、あ、垂れる垂れる垂れる、うん、
おかんも一緒に食べてますよ。一口くらいどころか一緒に。あ、これ半分こしようよ、最後お願いします。半分下手なので。うん、柔らかいけんスルスル切れるお箸で。うんうん、ママさんも一緒に食べてます、むかって。ニンニク、そうですね、香りがちょっとします。でレモンのさっぱりな感じなので、なんかこってりステーキを食べてるよりは爽やかな味でめっちゃ美味しいです。めっちゃ食レポ。では肉最後いただきます。お肉最後食べます。そして最後の締めはですね、あ、これしてから出した。美味しそう。最後はですね、今日はですね、あ、今日はじゃないわ、この料理はですね、最後にお米をその余ったタレとかと玉ねぎとかと最後まで全部美味しく食べるっていうやつなので、こんな感じ、じゃん、こんな感じでお米にお米を混ぜて、今日は雑穀米ですね、お米とソースを混ぜて食べるんです。最後美味しそうでしょう。そう、こちらを最後にいただいて終わりです。締めも写真撮っとってください、お願いします。こっちからも撮っとこうかな、撮っとこうかな、撮っとこうか、撮ります。あ、ポートレートもスクエアでも撮っとこう。はい、ありがとうございます。というわけでこんな感じで、あ、締めも写真撮ります。これ熱いかな、まだ、あ、まあまあ熱くない、じゃん、うん、締め、締めはご飯を混ぜます。美味しそう、温かいうちにいただきます。スキレットがまだね温かいので、おご飯今入れても温かいんですよ、なのでいただきます。フォークで、いいね、なんかさハンバーグ定食とかのご飯もフォークで食べたりして懐かしい感じ。いただき、いりますか、食べます。うんふん、うんふん、うんふん、久しぶり、めっちゃうま、美味しい、うん、締めです。うんふん、うん、うんうんうん、松坂ライス美味しい。うんうん、レモン食べてみようかな、うん、絶対これ酸っぱい、一番分厚く切ってしまった。どうぞどうぞ食べます。残念がちょっと、よいしょ、レモン、ご飯を食べて、スパ、うん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 、そう、このねレモンはね、あの無農薬系なので皮ごと食べれます。うんうん、寄せ集めよう。うんうん、みんなのおかげで、うんうん、
でもフォークで集まらん時があるんやけど。お米、お米ちゃん。ギギギってなるけん喋ろ。あ、ありがとうございます。スプーンで。もう最後もうママもういらんのか。ごちそうさまでした。はい。私が平らげます。平らげます。スプーンで。いいね、山盛りいける。じゃん。ママ目線。めっちゃお腹すくよね。みんなの夕飯前に私お先に失礼します。お先に失礼します。夕飯ナウです。もう最後の米一粒まで残さず食べようと思います。しかも雑穀米なんでめっちゃ健康です。みんなもぜひ雑穀米とか玄米とかも美味しいので食べてみてください。フライパンから直接食べるのね、なんかあったかいけん美味しい。まだあと3口ぐらいある。これ置いとこ。みほりこんばんは。最後らへんちょっとかき集めます。スプーンとフォークで失礼いたします。あ、でまだあと2口ある。うまー。左利き。お腹空いた方すいません。最後かき集めたい。一粒も残したくない。かき集めたい。お箸で。よいしょ。すごい、ショールームさん本当にありがとうございます。皆さんもありがとうございます。こんなに美味しいものが。よいしょ。最後の一口食べます。ごちそうさまでした。美味しかった。朝昼全然ね、炭水化物とか脂質をめっちゃ取らないようにして極限までお肉とお米を我慢して食べたご飯は美味しかったです。イエイイエイイエイ、ありがとうございました。お茶も飲みます。一旦これを置いてこようかな。よいしょ。さあ、ごちそうさまでした。めちゃうま、めちゃうまでした。
めっちゃあっという間だった時間が。わお。エプロン着ててよかった。今なんかこぼしてるものを見つけた。危ない危ない。めっちゃ美味しかったです。いや皆さんありがとうございます。みんなのおかげで美味しいお肉が食べれました。イエイイエイイエイ。ね、1時間経ってないまだ。じゃあいたか。イエイ。ありがとうございました。調理から完食まで。そうですね、1時間かからなかったんですけど美味しかったです。今の感想を4文字熟語。牛肉最高。です。ありがとうございました。そう、最初ねちょっと不安な部分も、私本当に料理下手なんですよ。だからいつもお母さんが作ってくれるので、そう美味しかった。ぜひ皆さん、また美味しそうに食べる私が見たい方はたい焼き待ってます。レモン切るとき一番ヒヤヒヤ。本当にそれ、そう本当に。ちょっと作ってるときギフト読めなかったので読めますね。ケイティケンジさんハートありがとう。ヒロさんさんたい焼きありがとう。トモタンさんたい焼きありがとう。デザイナートさん落眼ありがとう。シティフレオシさんたい焼きありがとう。わあ、ルイさんありがとう。あみつさんありがとう。ひろしげさんありがとう。ひなたさんありがとう。たい焼き、おお食べたい。わあ、食後の甘いもの美味しそう。フルーツ大福食べてる姿見たいですか。ありがとうございます。オレリーさんたい焼きありがとう。大地さんもたい焼きありがとう。まだまだ料理してる時あんまりおしゃべりできなかったので、今日は1時間以上ちょっとやろうと思うんですけど、ありがとうございます。あんみつさんありがとう。サンピラーさんありがとう。イノケンさんもありがとう。天使のエダグさんもありがとう。たい焼きすごいいっぱい、ありがとうございます。デザイザートさんありがとう。ケイティケンジさんありがとう。ありがとうございます。そう、美味しそうに食べるっていうのはよく言われる。嬉しいですね。なんか特技の一つに書こうかな。食べ物美味しそうに食べる、来年の特技に追加されてるかもしれません。いつも特技には書いてないんですけど得意です。最初心配でしょ。だって私生肉から調理するのあんまりしたことないかも。だからめっちゃ心配でした。あとレモンとかそういう丸いものを切るのってめっちゃ不安定だから。でも料理苦手な私でもこんなに美味しくできるので、みんなもやってみてください。そう、こんな感じで、そう料理配信ありがとうございます。見てくれて、ゆずぽんさんたい焼きありがとう。オオカミさんありがとうございます。タメマボーさんハートありがとう。アスパラさんたい焼きありがとう。エレガントさんもたい焼きありがとう。ハンシ君もたい焼きありがとう。ありがとうございます。食レポうまくできてた。おおほんと？よかったよかった。レモンステーキはほんとさっぱりでした。あのね、上にもレモン乗ってるからレモンの風味するし、あのソースの中にもレモン果汁を結構大さじ入れてるから結構香りがして、でもニンニクの香りもしてパンチも効いてて、お肉の脂も美味しくてめっちゃ美味しいです。これを普通になんか焼肉用のお肉とかでもできるっちゃできる、美味しいので、普通にぜひなんか一人暮らしの方とか作ってみてもいいと思います。そう。でも天の声さんがいないとやっぱちょっと感染しなかったかもしれない。危なかったですけど。そう。でツイッターも今日も夜ツイートするんですけど、いいね企画の第1弾として料理配信をやったので、次の企画は特別カラオケ配信で、なんともうセトリというかそれが決まってるんですけど、それを今必死にねもっとうまく歌えるように練習中なので、それも来週ぐらいかな。やっぱそういう企画とかは週末とかにしようかなって思ってるので、はい、見てください。そちらもえみちゃんたい焼きありがとう。
オオカミさんハートありがとう。矢島さんたやきありがとう。たやきありがとうございます。じゃあテロップ変えよう。お料理配信ありがとう。あ、まだ打ってる途中だった。次はカラオケ。そう、瀬取り確定してます。あの多分そうですね、結構最近ファンになってくれた方、最近 ST を知ってくれた方にはなんか新鮮な感じなんですけど、前から昔から ST を応援してくれてる方にとってはいいかもしれない。もっともっと感じるものがあるかもしれませんヒントですこれは。サーポンたい焼きありがとう。くまねまパパさんもたい焼きありがとう。ありがとうございます。そう、こんにちは、こんにちはね。いやでもね、リクエストに応えるという感じではないんですけど、でもいいと思いますいいと思います。瀬取り決まってます。ぜひ楽しみに。ちょっともうちょっと練習しとかないと、今の感じだとやばいので練習しますお茶飲もう。片付けとこ、ここら辺も。よし。そうで、あのそうカラオケマイクもそう直ったので、そうなんですラッキーなことにママが直してくれたので、はい。ゆずぽんたい焼きありがとうお肉の油で喉の調子。でもカラオケは来週なので、まあお楽しみにって感じなんですけど。ちょ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 、みょうちゃん可愛い、ありがとう今日のお肉の油を来週まで持たせようと思います。わ、ゆずぽんたい焼きめっちゃいっぱい、ありがとう。たい焼き、たい焼き、たい焼きもね、私の家でたい焼き器あるんですよ。ママがたまに作ってくれるんで、それもいつか披露できたらと思いますけど、ちょっと難しいのですよね。でもあれはで、ワッフルメーカーもあるやったかななんかもあるんですよ。なのでまたなんか、またいつかちょっと私の料理上達する配信見に来てくださいそうあ、たい焼きタワー、嘘、待って、誰だ誰だ、ゆずぽんかな。あら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 、ちょっと取ってきますね。あ、取ってきますってそこにあったわ。よいしょ。たい焼きタワー、あー、ありがとうございます。え、待って、ゆずぽんさんで合ってますか。のんたんもたい焼きありがとう。ふなっちさんもたい焼きありがとう。あっくんハートありがとう。デザイナートさん、らくがんありがとう。ありがとうございます。ありがたい焼きタワー。おお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 、確かにエプロン取ったら間違いない洋服の一部になってた。エプロン取ります、よいしょよいしょ。ドローン、また次の料理配信で使おう。よいしょ。よいしょ、畳んで置いとこ。よし、お店終わったか。なんかこんな感じでした。あのなんかお花のこんなのがついてましたあ、よし、でリップもちょっと足しとこうかな。なわけで
そう、今日あれでした、あの牧場に行った時のスカート履いておる。よし、では待てよ。ゆずっぽんありがとうございます。たい焼きタワーありがとうございます。るいさんたい焼きありがとうございます。デザインサートさんもありがとうございます。じゃあ書きます。こっちか、あ、これ私の鏡文字が書いてあった。待って、これめっちゃここにあった。ではよいしょ、ゆずぽん、ゆずぽん、ありがありがたい焼き、たい焼きタワー、たい焼き書こっかな。つつつつつ。たい焼き書けるかな。ちょっと絵見てみよう。あ、難しそう。たい焼き。たい焼き。魚書いとこ。タイじゃない全然けど書いときます。みゆきさんたい焼きありがとう。たい焼きありがたい焼きタワー。今日は一緒に よし、たい焼きね、食べたくなる。たい焼きギフトで大福がもらえるって、そこはたい焼きじゃないんだねって思ったけど、でも大福、お餅、いいね。ではオレンジで囲みましょう。ほっ、ちょ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 、よし、よっしゃ、これさあげよう。ゆずぽんさん、たい焼きいたわ、ありがとうございます。たい焼きありがとうございます。ぬぬぬ、ありがとうです。大福食べたいね、ありがとうございます。ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。たい焼きありがたい焼きありがたい焼きです、ありがとうございます魚の口の場所、魚ちょっと高い場所がたい焼き、そうそう、たい焼きがね、あとちょっとっぽいです。ありがとうございます。白の襟付きシャツいいですか。しかもなんかピシッとママがやってくれた、ありがたい。おお、1812個、たい焼き、大福が近づいてる。タクロン、たい焼きありがとう。リュウヘイくんもたい焼きありがとう。マサルもたい焼きありがとう。ヤジウマさんもたい焼きありがとう。みゆきさんもたい焼きありがとう。
すごい、待って、いっぱい来る。待ってよ、まばたきしちゃダメだ。矢島さん、たい焼きありがとう。ドリンさん、たい焼きありがとう。エビちゃんもたい焼きありがとう。あと、あっくんもありがとう。クロさんもありがとう。ウォーリーさんもありがとう。タンタウタヌキさんもたい焼きありがたい焼き。ジェロさん、ありがたい焼き。ありがたい焼きにしよう呼び方。デザイザートさん、ありがたい焼き。アスパラさん、ありがたい焼き。大福のダの字が見えてる、ね、そう、ありがとうございます。美味しそう、たい焼きを食べたいね、みんなみんなたい焼き食べたいね。ねえ、あ、たい焼きタワーあるかも。あ、待って、どなたどなた。私の予想、やじうまさん。あ、やじうまさん、ありがたい焼きタワーです。ありがとうございます。おうおう、お、あと1ページある。あ、2ページある。よかった。やじうまさん、ありがとう。やじうまさん、ありがたい焼きたわ。ありがたい焼きたわ。またたい焼き描こう。さっきと違う顔のたい焼きを描かねば。ありがたい焼きタワー。ちょっと違うけど、なんか金魚みたいになっちゃったありがとうございます。そう、磯貝さん継承してます。サメさん、うんうんうん、いつも。ありがとう。また。ふん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 。直接。やばい、このペンがちょっとインクが危ないぞ。6月20、よし。じゃあこっちはさっきグリーン、ん、オレンジだったんで、こっちグリーンで囲もうかな。たい焼き、ありがたい焼き。ありがたいとたい焼きをかけて、ありがたい焼き、素晴らしい。じゃんじゃん、よし。矢島さん、ありがたい焼きです。にょん、ありがたい焼き、たい焼き。ありがとうございます。ありがたい焼き、すごいでしょ。ありがたいとたい焼きをかけてるありがとうございます。矢島さん、ありがたい焼き、ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。ありがたい焼き、スクショした、ありがとうございますありがとうございます。ジュリちゃん、たい焼きありがとう。のりともさんもありがとう。ありがたい焼き。海賊タッカー、ありがたい焼き。オルツさん、ありがたい焼き。エビちゃん、ありがたい焼き。ありがとうございます。ダンちゃん、ありがたい焼き。なるみくん、ありがたい焼き。マートさん、たい焼き、ありがたい焼き。ありがとうございます。ありがとう。おー、明日の24時間あれですよね、ニコ生 STU チャンネルタイムテーブル出たんだ。え、私たちも知らないんだけど、ドキドキドキ。後で見ます、配信終わって。え、ドキドキ。え、ちょっとそれとパソコンで見れるかな、今見てみようかな、ちょっとパソコンで。どこから見れるかな。 STU チャンネルって調べたらいいかな。ありがとうございます。ありがたい焼き、もしかしたら達成してるかな、どうだろう。メロンパンさん、ありがたい焼き。パンジャラモンスターさん、ハート、ありがとう。
じゃあ STU チャンネルちょっと見てみたい、見てみたい、見てみたい心が強い、調べよう。あ、メンバーは出てない、誰がどこに、そのどこのあれに出るかみたいな。ずっと全員なのかな、そんなことないよね、あるかな。 STU チャンネル STU チャンネル、どこに、ツイートの方がいいのかな、 STU チャンネルさんの、これを見てみる。タイピング、そうですね、私ちょっと早めです得意です。どこに出てるのかな、これ暫定タイムスケジュール出てる、見てみます。待って、どこだ今この URL かな、タイムテーブル、おー出てる、明日の18時頃、 STU48 思い出の力開会宣言、全員参加の共同実技、21時、普通に食べられる夕食タイム、21時が夜ご飯か、ちょっと待って、私空腹で死んじゃうかもしれない、ちょっと集合前に食べとこう23時、 BODOGE 大会、何これ BODOGE ってなんだろう、なんだろう、なんだろう、 B アルファベットの BO10DO10GE 大会、なんだろう、なんだろう本当に何も聞いてないんだけど何これ、何の略、企画聞かされてないんですよ。24時頃深夜のガールズトーク、寝てない、24時まで、もう24時私こんななってるかもしれない、やばい待って、25時半もあるんだけど、映像を見よう、何の、怖いよ、なんだ怖い、これ泊まりってこと本当に何も知らん、やばい、あ、ボードゲームなの、 BODOGE ってやつ、ボードゲってこと、あ、そういうこと、ボードゲってこと、なるほど。で、22日の早い朝6時半、定番の朝企画、定番、怖い、定番、もしや寝起きドッキリみたいな。8時頃朝食クッキング、やばい、私起きて1時間半お腹空いてるかもしれないな10時半もはや恒例企画会議パート2、おお、これは企画会議か。で、12時頃先輩メンバーから教えていただきましょう、なんだなんだ、で、朝のは寝起きドッキリありそうだよね、めっちゃドキドキなんですけど、やだ、ほんとやだ、私もう5時半ぐらいから起きとこうかな、もうやだ、もう寝ないでおこうかな、もうやだ怖い、泊まりなのかな、どこに泊まるのもう本当に、これはそうですね、明日の自分のショールーム配信は午前中に自分の家でやっていこうと思います。で、22日の16時頃が2期研究生結束度チェック、おお、楽しそう、これなんだろう。で、17時半頃閉会の儀だそうです、おお、なるほど。で、24時間生放送になるのか、ほぼ。でもみんなもちょっとは寝る時間があるっぽいですね、この25時半から6時半の間すごいドキドキですけど、熱海かな熱海かな、よかったね、リンコ、熱海止まりかな、やった、あ、嘘、あともう一個嬉しいこと、たい焼き達成おめでたい焼き、ありがたい焼き、ありがとうございます、ありがたい焼き、ありがとうございます、これはたい焼きの尾びれ、背びれみたいな感じです、ありがたい焼き、ありがとうございます、あらあらあら、ありがたい焼き、これかわいいので、これ
ありがたい焼き。ありがとうございます。じゃあまた配信でやっと私がお餅を食べる姿を見せれますね。大福、また次は調理しなくて食べれるけど食べるので、はい、配信で見守ってください。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そして視聴者さんも今ラッキーセブンの7000人、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。もう夕飯も私配信もめっちゃしてるとか思ったらまだ6時前でした全然まだまだ夜じゃなかった。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。さっきタイムテーブル読んでる時読んでなかったんですけど、アカッシーさんありがたい焼き、アミツさんありがたい焼き、ネグレスさんありがたい焼き、竹まつるさん小包みありがたい、ありがとう。くまねパパさん拍手ありがとう、ありがとう。あきさんもたい焼きありがたい焼き、すごいありがとうございます。視聴者さんもありがとうございます。ひょひょひょ、嬉しいね、豪華フルーツ大福。キュン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 、ありがとう、ありがたい焼き、たたたたたい焼き。早めに寝ないと今日はね。どうしよう、私これ寝起きドッキリとかだったら嫌だな。だから寝たいね、寝たいけど、寝たいから今日めっちゃ寝とく、それとも明日お昼寝してから行こうかなめっちゃ考える明日お昼寝してから行こうかな。そしたらでもさ、私21時の夕飯絶対お腹すく、私お腹すいたら本当にもうみたいになっちゃうから、どうしよう、18時の前にちょっと食べとかないとあかんあかん。だってしかも普通に食べられる夕食タイムって書いてあるから、食べれんかったらどうしようって思うから、どうしようどうしよう寝起きドッキリ対策に、そうよ、真剣よ私。本当にこれしか知らない、このタイムスケジュールしか、だからドキドキです。怖い、めっちゃ怖いんだけど、大丈夫かな。深夜のガールズトークは楽しそう。でも25時半の映像を見ようが不安。何の映像ドキドキ。いや、やだ、ニコ生で私のお腹空いて不機嫌な私を見せたくないですやなので、ちょっとお腹にたまるものを食べていっとかないとかも。ドキドキ、怖い、ドキドキ怖い。まだ日割り来てないから、集合何時だろうな明日。ドキドキ。皆さん明日の18時から見れる時間にでいいので見てください、ぜひ。怖い、ドキドキだわ。まあ、でもまだイモースさんじゃないから、イモースさんよりはニコ生さんの方がそんなにいつも驚かされることはないからいいけどドキドキ、怖い。おやつ持っていったら、でもさ今さちょっと自分磨き中なんですよね、から夕飯がカレーとかだったらちょっと遠慮気味に、これだけでいいですとか言うかもしれないなり悪いどんなんだろう。でも楽しみですね、みんなとなんか修学旅行的な感じなのかな、これは。楽しみです。充電器持って行って、スマホ持って行って、一応メイク道具、アイロンいるかな、メイクさんいるかな、持ってって、だね。お洋服かわいい、ありがとう。じゅん。いや本当にドキドキなんですけど、はい、準備していきたいと思います。一人だけこんな大きいリュックで行ってるかもしれない。やばい。洋服何着ていこう。でかこれ私服なのかな、衣装なのかな。もうドキドキ、本当にドキドキなんだが、緊張するな。頑張ります、とにかく楽しみます。メンバーがいるのでね、一緒に楽しみますあ、ジョージ、ジョージ、
あ、ジャージならじゃあ準備してくれるかな、もしかして、あの私たちがいつも着ている感じの青いやつとか楽しみます。でも何事も楽しむことが大事なのでね、楽しみます。ありがとうございます。皆さんも楽しんでくださいパソコン便利、こういう時あるの。よいしょよし、よっしゃよっしゃ、じゃあ村っ子も閉じて、いやー楽しかった。そうだね、6時前ぐらいに終わろうかな。いやーほんと楽しみですね。ドキドキ。メンバーへの事前情報、そうなんですよ、まだ一個も何も、なんか何するんですかってこの前聞いてもまだ決まってないみたいな言われて、へえって思いながら。課外活動ごとのジャージ、あー、この間の私どっち、ツートンカラーツートンカラーになるかな、一人だけおしゃんな感じになるのかな、どんな感じなんだろう、ドキドキ。いやー、あ、コンタクトケースとかも持っていかないとねメガネ持っていかないとねもうお泊まりの気分で。24時以降パジャマ待ち、パジャマでも持っていくの荷物すごくない、準備してくれてるかな可愛いパジャマがあるかな、ドキドキ。あー上下で違う、確かにジャージ、あ、そしたら確かに上なんだっけ、上青、前なんだ、四国何、四国何色だったかな、黄色とかだったっけな青と黄色とかサイリウムカラーみたいなめっちゃドキドキなんですけど、めっちゃドキドキだって私、ドキドキです。楽しみます。目薬忘れない、そうだ、今もうこのポーチにも目薬とリップと鏡は入れとるけ、これはこれとおむらっこいるかな、うん、寝るときにおむらっこお留守番させよう、おむらっこと時計と、うん、かなドキ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 で明日を迎えようと思います。まあその前に家でショールーム配信していきますね。なので今日は良かった、この早い時間に終わられて。明日朝か昼かはまだ決めてないですけど配信していきます。朝していこうかな、久しぶりに朝配信してみるかなとか思ったりですね。準備万端にしていく、いきたいと思いますサメさん持っていきたいけどこうなっちゃうんだよな。でも最近本当にずっとサメとこうやって寝てます。なので本当抱き心地いいんですよ、このぐらいのサイズの。だから持っていきたいけど大きい方のサメはやめときます。あなんで、ありがとうございます。今日持っていけんかった時のために今日撫でとこう、このサメちゃんサメすごい、歯がすごいけどね、これ持っていったらやばいよねやばいよね、うん、ドキドキドキ、楽しもうあピーポーピーポー、ちょっとちょっと、あデザイザートさん、だるまありがとうございます、ありがとう。ちゃんと、そう、ちゃんとサメ、うん、ギリ画面に入る、うん、これをからっていく、あ、ここに紐とかつけて行きたい。カノンさん、これ本当にサメです。本当にっていうか、そう、これはサメなのでちゃんと歯もついてるし、いかつい感じがします彼と寝ておるので、これを持っていくかどうかは後で決めようと思います。ってなわけでね、あ、かわいい、ありがとう初見さん。これはニーハオかな、もしかしてニーハオ、ハローお腹空いたのでフカヒレ食べさせてやめてくださいトランで、これは私のペットです。今は私の愛犬たちが福岡にいて寂しいので、人形を代わりに
動物と見立てて大切にしていますということで、たい焼き達成ありがたい焼きです。本当に今テロップを見て再確認ありがたい焼きです。ありがとうございました。というわけで今日の料理配信も以上なので、来週の土日どっちかはまだ決めてないんですけど、カラオケ配信も予定してるのでぜひそれも見てください。では最後、ランキング読んでいきます。22位のみほりん賞から。22位はあくあんと自称みほぱぱさん。そして13位オレリーさん。12位 ST よふねおしさん。11位ともたんさん。10位くまねパパさん。9位ふなっちゃんとなかみちゃんとあおしさん。8位のんたんさん。7位オオカミさん。6位快速たっくん。5位エビちゃん。4位ルイさん。3位アンミちゃんと田中美穂お嬢様推しさん。そして2位ゆずぽさん、ありがたい焼きたわー。そして1位はやじまさんでした。ありがたい焼きたわです。ありがとうありがとうございます。ちょっと長かったですけど、最初の飯テロからこのサメの話まで見てくれてありがとうございます。明日のこの時間からは STU チャンネルを見れる時間帯でも全然いいので見てくれると嬉しいです。では最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんチョキー、ありがとうございます。明日は午前中にショールームしていくのでそれも見てください。ありがとう。この後ツイートします。バイバーイ。